演舞開演。どうも、本日も食べていきましょうか。こちら、ミスタードーナツの糸島系コラボパイ、残る2、3品用意できました。まずはこちらから食べてみたいと思います。残る2品はビーフシチューとエビフライだったと思いますので、まずはこちらはどちらだろう。表面が焦げているところを見るとエビグランタっぽい気もしますが、中身は見えませんね。そしてこれも割ると絶対にパロパロ落ちるので、このままいきます。いただきます。間違えてしまってすいません。ビーフシチューでしたね。エビグラタンと言っていましたが、ビーフシチューでしたね。では改めまして、こちらのエビグラタン最後の締めいただきたいと思います。まあ、自分の中の感覚で当てになりませんね。こちらも見た目は先ほどのビーフシチューとあんまり変わらないですね。それもまたややこしいような気も。まあ、そしてこのままいったら崩れることが大きいので、いきます。いただきます。今度こそグラタンパイですね。まず生地はどちらもサクッサクッとした音と食感がしっかりある美味しいパイ生地でした。これは昨日のやつ、いや先日のやつと同じですね。そして中のビーフシチューは牛肉がいきなり存在感を出していく。ギュッと噛んだ瞬間に旨味が口中に広がってくれました。デミグラスソースの程よい酸味も加わっていました。そしてグラタンパイ、グラタンパイについては前からミスタードーナツにあったのですが、それとは全然中のホワイトソースの濃厚さが違いました。しっかりとミルク感のある美味しい旨味の効いたグラタンのホワイトソースが口中にぐわっと広がってきて、噛めば噛むほどその美味しさを噛みしめることができました。中にエビが入っているのもしっかり感じることができましたしね。なのでこちらの点数とさせていただきます。やっぱり老舗のコラボはすごいですね。身近よと私の髪は儚きかな、本当に髪はだんだん短くなっていきますね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。